おはようございます。西田渉です。これがですね、9月の多分7日かな、いや待てよ、9月の6日ですね、水曜日いかがお過ごしでしょうか。前日収録しておりますというところで、今ねこれ山田写真製版所さんの、印刷のね、まあ、途中の、休憩じゃないですね、途中の中すっている、すりとすりの間で今収録しているんですけれども、写真展カラーオブ関西が9月19日キャノンギャラリー大阪にて、ね、開催いたしますので、その写真集カラーオブ関西の、今印刷立ち会いで、ね、富山に来ておりますというところで、ちょっと空き時間もあるので、この収録をしている次第でございますというところで、ぜひ、ね、皆さん9月19日キャノンギャラリー大阪にて開催しますから、ぜひ、写真展も見に来てほしいですし、写真集カラーオブ関西ですね、ぜひお買い求めいただけたら嬉しく思っておりますので、よろしくお願いしますというところで、今日は、新カメラなんて何でもいいっていうお話をしてみようかなと思っております。これどういうことかと言いますと、あのですね、今ちょうど印刷しているじゃないですか。この印刷立ち会いをしている中で改めてね、やっぱ物を作っていったり、写真集を作るっていう風になると、皆さんどうですか、カメラが一番重要って思いますよね。カメラで、どのカメラでどんな写真を撮ったかが写真集にとっては重要なことじゃないかっていう風に考える方いらっしゃると思うんですよ。僕もそうね、ぶっちゃけそういう風に思ったりしておりました。なんですが、やっぱ最後は人だなっていう、この人っていうところが何かというと、本当にプロフェッショナルの人が持っている技術、ここが最後は一番重要なんだなってことに改めてこうものづくりに取り組んでいくとですね、感じざるを得ないというところが、やっぱこう山田写真製版所さんに伺って、プリンティングディレクターの方々、そしてプリントのオペレーターですね、そういった方々と、の仕事を、目の当たりにすることによって改めてやっぱプロすげえなっていう、一応僕もね、あのプロのカメラマンだったり写真家として撮影する行為においてだったりとか、まあ、その撮影したデータですよね、デジタルデータの、まあ、RGB データをどういうふうに、こねていくかっていうか、アウトプットまで結びつけていくかっていうところまではプロなんですけれども、じゃあ片や写真集にするってなった時に、写真集っていうのはですね、僕らが撮った撮影の写真データは RGB データなんですよ。レッド、RG、グリーン、ブルー、RGB のデータが生成されて、それをそのまんま、携帯のモニターで見たりパソコンのモニターで見て写真として完結はしてるんですが、片やあのオフセット印刷といいまして、輪転機回して印刷するものになりますと CMYK といって、イエロー、マゼンタ、シアン、そして K、黒、墨みたいなところがね、その4色が混じって重ね合わせて印刷が出来上がってくるんですよ。でその印刷も僕らが見ているモニターで見ているこういった携帯のね、モニターで見ている画像の RGB データよりも CMYK 印刷の出てくる色の部分がですね、まあ簡単に数値で言うと3分の2ぐらいしか色域といって色の範囲が狭いわけですよね。だから本当だったらこの赤出したいけど、携帯のモニターではこんなビビッドな赤に見えてんだけど、印刷の赤っていう風になると意外とその赤が出ないっていう、そういったことが起これるんですよ。ですがここがね、さっき話の冒頭に申し上げたところなんですが、プロの手にかかるとですね、その CMYK 印刷においても特殊印刷、特殊なインキみたいなところを盛ることによってその赤をねブーストさせたりして、なんで人間の目を騙すわけではないと思うんですが、インクを盛ることによってその赤がね、モニターで見てるかのような赤に、紙の上に赤を、まあ、印刷することが可能になるということで、これって、まあ、今日の表題なタイトルなんですけども、引っぺがすとこれキャノン、ニコン、ソニーで撮影しました、ライカで撮影しましたっていう世界とはまた一個超えますよね。この色の出方、もちろんキャノン、ソニーの色とかって僕らよく言うじゃないですか。ですがその色ってもちろんその RGB データでの色なんだけど、もう根本が RGB データと CMYK のデータって違うわけですよね。だってそこのもう色域が狭いんだもんみたいな、そこを調整するプロフェッショナル、プリンティングディレクターだったりプリントのオペレーターさんっていうところがいて初めてそれが成立するっていう面白さをですね、まあ、改めて、まあ、僕も印刷立ち会い去年1年前ぐらいに来て立ち会ったんですが、その時は右も左もちょっと分かんない状態だったんですが、今回カラーオブ関西のこの立ち会いに2度目で立ち会うことによって改めてね、やっぱりこの印刷の面白さ、そして特殊性ですよね。でやはりそこの CMYK 印刷のプロの方々のやっぱりその技術ですよね、ここに敬服いたしますっていうお話でございます。なのでまあカメラなんて何でもよくないんですよ、ごめんなさいね。あのタイトルでは、新カメラなんてどうでもいい説っていう風な形で、
皆様にねお伝えしてますけれども、もちろん撮影する段階で自分がファントゥフォトのところで楽しく撮ったり、撮っててワクワクするカメラ01のところで本当にそのちゃんとした写真がないと印刷には、ね、種がないわけですから、植物なんて育ちませんよね、そこにね。なのでもちろん大事なんですが、その植物に水をやり、どんな肥料を与えた方がより素晴らしい育ち方をするのかっていうところは、やはりその他のね、それぞれのプロの方々の知識とか技術があればこそ、こういう形でね、ものが出来上がっていくんだなっていうところなので、普段はですね、もうまさにもう本当にプロに、この山田写真製版所さんのプロの方々にお任せしておけば、写真集ゲイズも基本的には一冊は立ち会ったことあるんですけど、基本的にあのクオリティをね、もうある意味ではプロの方々が仕上げていただいてるんですよね。ですがやっぱり自分も改めてこうやって一緒にお話ししたり、まあ、いろんなね、僕はどういう思いで、この作品を撮ってるとか、普段の考え方とかを、伝えたりすることによって、意見交換することによって、今後また、また新たなねポートレート写真集も作ったりしますし、ゲイズも引き続き作っていきますが、プリンティングディレクター、フォトグラファー、そしてアートディレクター、そこを皆様が僕の意思とかを共有していくことによって、好みを共有することによって、より良いものが出来上がっていくんだろうなと。でもちろん僕もカメラ大好きですし、カメラがあってこそ写真が撮れるので、カメラはめちゃくちゃ重要ではあるんですが、最後の最後ですね、やっぱり人の、まあ、そのつながりだったりとか、その人が持つね、本当に持つ素晴らしい技術だったりとか、そういったところが非常に改めて重要なんだなということに気づいている、非常にこの有意義な富山出張になっているかなと思っております。なのでぜひ皆さんもね、今度はですね、もう一個別軸で、今これは写真集のお話を今しています。 CMIK 印刷においてのね、そこにはプリンティングディレクター、そしてプリントのオペレーターさんというところが大事になるんですが、今度はまた別軸で、今、皆様にね、写真展でご覧いただく、写真展示用のプリントも制作しています。額装したり裏打ちしたりという、そっちはそっちでまた、プロがいまして、プロの方々が写真をきれいにね、裏打ちといいまして、裏にねこうきれいに貼って、折り曲がらないようにというか、浮きとかがないようにしていただくんですよ。それで額装してっていうね、そういった方もあるので、まあ、この辺のお話はですね、基本的にはその西田塾の方で、メインチャンネルのメンバーシップの方でですね、細かくお話しております。なので写真一つ撮っても、ほとんどの方々は当たり前ですが、スマホだったりとか、そういった PC のモニター、SNS で展開して、大体終わるのがもう当たり前の世の中ではあるんですけれども、改めてね、写真が持つその複合的なレイヤーというか、写真集だったり、写真展示だったりというところまで知識を持ったり、トライしていくとですね、本当にまた違う写真の撮り方、見方ができますので、ぜひともちょっとでも皆様ね、そういった写真を撮って、実際のプリントだったり、形にするっていうところも、ちょっと意識を持ってもらえますと、非常に今後、皆様の写真人生においても、豊かになっていくと思いますし、ぜひね、今回の写真展、カラーオブ関西、並びに写真集、カラーオブ関西ですよね、こちらを両方、皆様にご体感いただくことによって、今僕がこうやって話している、カメラももちろん大事だけど、もっともっとそのプロフェッショナルの人々と関わってものを作っていくことっていうのも、やはり大事なんだなというふうに改めてこの富山市長で感じたお話でした。ということで、今日もスカケの少しください。西田でした。どうも。